ここは？ハイブの玉座の世界とは思えません。教えてくれ、誉れ高き客人よ。彼女です。どうしてそんなことができる？自分とこれほどにも似た存在をよく破壊することができるな。あそこです。鏡を覗き込み、見返してきたものを殺すとは。
あそこです。鏡を覗き込み、見返してきた者を殺すとは。あなたが強いのは知っていますよ。これじゃあまりにもあっけなさすぎる。あまりにも簡単すぎたとは思わないか。ガーディアン、ガーディアン、聞こえる？ええ、いくら。火星に戻りました。戻った？どこから？サバスンの玉座の世界。ええ、連絡すべきでした。でも目の前にサバスンが。彼女を捕らえる最後のチャンスかもしれないと思って。状況は理解した。確かにサバスンが姿を見せるなんて滅多にないこと。他にも報告がある。船を離れる前、彼女のナイトと出くわした。奴はゴーストと一緒でした、イコラ。他の光の戦士のように。ゴースト？ゴーストを連れたハイブナイト。それはつまり
サバスンが光を奪った。でもそんなことは不可能ですよね。不可能？サバスンには不可能なことなどない。サバス、ウィッチクイーン、狡猾と欺瞞のハイブの神。ハイブの伝説によると、彼女は遥か彼方の過酷な惑星で生まれ、短く平凡な人生を送るはずだった。大変動を警告した使い魔のワームと出会う前に、その後彼女は姉妹を深淵へと導き、永遠に血を捧げることと引き換えに、古代の虫の神によって計り知れない力を得た。こうしてハイブが誕生し、数えきれないほどの文明が滅亡へと追い込まれた。長きにわたり歯向かわれることもなく、彼らはありとあらゆる地で命や光を貪り、ガーディアンと対峙するまで。兄オリックスの死後、サバスンは身を隠した。恐怖心からではない、それは戦略だった。敵に打ち勝つ最上の方法をサバスンは知っていた。それは敵と同化すること。彼女は最も巧妙な策略を用い、ヴァンガードに侵入、内側から蝕んでいった。そして私たちにとって最も神聖な力を盗んだ。彼女が手にできるはずのなかったもの、光。